エクソンモービル SOS は、エクソンモービル及びその関連会社によって使用される、商標名。イースタンステーツ、スタンダードオイルイースタンステーツ、スタンダードオイルの略。日本でのブランドは、EMG マーケティング合同会社であったが、後に当年ゼネラル石油、現在はさらに JXTG エネルギーに、吸収合併された。ロックフェラーのスタンダードオイルが、 反トラスト法により企業分割されたとき、同社が持つ商標の多くは分割後の企業が担当していた地域に合わせて権利が与えられた。SO はその一つであった。SO は、スタンダードオイルを意味する SO の発音からトラスト解体後にスタンダードオイルオブニュージャージーが作った商標である。スタンダードオイルオブニュージャージーは、1926年3月に IG、 ファルベンインデストリーが50%支配するドイツガソリン社へロイヤルダッチシェルセ25%ずつ資本参加した。1927年に IG と協定 IG e へ資金提供する見返りに原油生成で水素を添加する技術を IG が世界規模でプールしてスタンダードにライセンスした。1929年11月 IG と合弁でシグ社を設立した。 種子は1927年と変わらないので、スタンダードが8割を出資する代わりに、IG が主グへ、水素添加分野特許を使うドイツ以外での実施をライセンスした。この時 IG は3000万ドル相当のスタンダード株式を取得し、また、実施による収益の2割をもらう権利を得た。その後、主グは、水素添加分野の特許権をスタンダードの 子会社インターナショナルハイドラージャネションパテンツ CEO に上渡した。そしてスタンダードは IHP 株50%をシェルに売却した。この時 IHP のライセンス業務に際してエンジニアリングを担当する会社インターナショナルハイドラージャネションエンジニアリングケミケル CEO がオランダのハーグに設立された。1933から34年 IHP は インペリアルケミカルインダストリーズへ水素添加特許の排他的実施権と IHP 収入の1割をもらう権利を得た。この特許プールは国際カルテルであって石油生成に関する各種標準規格の土台となった。パテントプールはライセンス量を下げるのが存在意義であるが、それを主張するときに歴史的な事例は帰り見られない。少なくともスタンダードは解体されたようでいて、 実は生きていたのである。インコブランドの SS スタンダードオイル・オブ・ニュージャージーは他のスタンダードオイルと互いの営業地域を犯さないというマーケティングの協定を持っていた。しかしトラスト解体後に他社の営業地域を犯すようになった。一例として1930年代初めに3つのガソリンスタンドがスタンダードオイル・オブ・インディアナの領域である中西部で開業した。 問題を複雑にしたのは、ラジオのコマーシャルで s ッソと SO の区別がつかないことであった。訴訟が次々と起こされ、中西部で SO の商標を使用する権利を持つ、スタンダードオイル・オブ・インディアナが勝訴した。このため、スタンダードオイル・オブ・ニュージャージーは、s ッソの商標をアメリカ国内では、旧来の自社営業地域以外で使用できなくなってしまった。そのため、 同社は、ハンブル、オーバルイー軍商石油会社を、ことごとく合併しては、それぞれの商標を使用する方法を選択した。1960年頃、全米統一商標として、エネルギーカンパニーの略である、インコを使用することに決定。米国の一部の州での採用を経た後、エッソに代わる、全世界商標に採用すべく準備を進めていたが、インコが、日本の俗語で、 エンジントラブルを意味していたことから、日本の s ソスタンダード石油がッタをかけ、全世界商標への採用は中止となってしまった。1974年、他のスタンダードオイルと誤解されず、かつ、全世界で会社にとって、不利益な意味とならない言葉として、エクサンを採用。全米で使用を開始したが、それでも、エクソンと SO の区別がつかないとして、 以前と同様の状況が発生した。現在、スタンダードオイル・オブ・ニュージャージーは、エクソン・モービルである。一方、スタンダード・オイル・オブ・インディアナは、アモコである。エッソの商標は、アメリカ合衆国では使用されていないが、アメリカ合衆国以外の国では、現在も使用されている。カナダにおいてエッソは、インペリアルオイル配下のガソリンスタンドで使用される。スタンダードオイル及びその後継の会社が、 アメリカ合衆国をはじめとする諸国でエクソンに商標を変更したとき、カナダなど諸外国では、それがエッソのまま継続された。詳細は、エクソンモービル日本での事業を参照エッソブランドの SS2000 年代以降に展開されているカラーリング、日本では1961年に、それまでのスタンバックが本国で解体されることに、伴い、ジャージースタンダードの日本法人として、 エッソスタンダード石油株式会社として設立され、エッソブランドでガソリンスタンドの展開を開始した。当初はインコブランドも検討されたが、前述の理由により採用されなかった。その後、エクサンブランドが作られたものの、クソの五感が不快に感じるという配慮からこちらも採用されず、エッソのブランド名を継続採用している。1982年に、 エッソ石油株式会社に改称。1999年のエクソンモービル発足により、2000年に、米エクソンモービル参加の有限会社に改組し、2002年に、モービル石油有限会社などと合併し、エクソンモービル有限会社となった。ガソリンスタンドのカラーリングも変更した。なお、当社市会社に当年ゼネラル石油が置かれている。また、この統合以前は、エッソブランドは、 モービルブランドの3分の2程度の店舗数であった。1998年、消防法改正によって、セルフサービスステーションが解禁になったのを受け、モービルゼネラルと共に、s クスプレスを展開している。クイックイージーをキーワードに、誰もがすぐに気軽に利用できる、セルフ SS とする戦略をとっている。1995年から1997年にかけて、 ルパン三世を起用した実写合成のテレビ CM を放映していた。ルパンが運転する車の前に虎が現れ追いかけるとエッソのスタンドにたどり着き店員のサービスなどをアピールするものであった。95年版の CM は初代ルパン三世役。テレビ番組ではクイズタイムショックやビート、たけしのスポーツ大将やギミア、ブレイク。 水曜ロードショーなどのスポンサーを務めていた。ありがとうございます。